ただいま、やっていきましょう。バディミッション、ボンドですね。やっていこう。さあ、とりあえず、飲み屋行くか、じゃあ。ほい。ブロッサムカジノ街、ドブクロ酒場、店内。うん。まあ、木馬でしょう、ここは。ええやん。あんなのカジノじゃねえ。ただの武人だろ。ギャンブルのことが、全く分かっちゃいねえ。大体、ゲームの後に舞踏で決着って何なんだよ。そんなんギャンブルじゃないだろ。後片付けする方の身にもなれってんだよ。あんまスタッフにはよく思われてないんだな。木馬だな。飲み屋だから。うん。おーご同杯やってるねー一緒させてもらっていいかい？いやの悪口ならおじさん、これいいネタ持ってんのよ、これが。ああ、未来顔だが、あんたも闇カジノの下働きなのか。まあね。そうなの、そうなの。まだ日が浅いけどもね。そうかよ、そうかよ。そんなら仲間だ。飲め飲め。こいつは嬉しいね。ともくろには目がないんだ。ご所番に預かります。ちょいと聞かせて。闇カジノの先輩には聞きたいこともあるしさ。いろいろとね。うん。あ、本、いいね。いやー、飲んだ飲んだ。ただ酒はいいな。何がただ酒だ。ガブガブ飲んで酔いつぶれたやつに感情を押し付けただけじゃねえか。え？ただもあれ、ただ飯食ってきたの。だってさ、あの先輩とはもうマブダチだからさ。ほら、マブダチの証。こんないいものくれたんだよ。従業員エリアに入れる闇カジノの ID カードだ。確かにこのカードは酔っ払いより役に立ちそうだ。アーロンの低い声出せねえんだよな。はい。うん。まあ関係ないよね。そうだよ。なんかあっさりだったな。で、4ラウンドだったんで、いけますね、多分。イアのところ、ここ。いけそうですね。はい。ここ、どう？誰がくれ？そもそもここ。レールの一部が外されてるね。あの事故以来、修理中なのか。まあそうだろうね。だからこそ、お目当ての人がここに来ているわけだけども。お目当ての人？ああ、シンさんか。シンさんか、そっかそっか。整備士か。まあ、木馬の人だったら。顔見知りだし、ね。はい。新清十郎、王城、ホワイトナイツ。おう、なんだ、木馬じゃねえか。元気にしたか。努力する天才。おう、シンさん。呼ばずとも会えちゃうなんて、これはもう運命だ。気持ち悪いこと言うなよ。でもまあ、元気そうで何よりだ。飛行船での仕事を辞めたって聞いて心配してたんだぞ。新しい仕事はどうだ？辞めたことになってる。ぼちぼちかな。シンさんだってここで新しい仕事してるんでしょ？おうよ、三日倉航空経由で急ぎの依頼があってな。これの修理ともう一個へんてこな仕事を掛け持ちさせられてさ。ここだけの話、カジノのとこのからの依頼で断れなかったらしいんだよ。ちょいと聞かせて。へえ、なんか面白そうな話だ。聞かせてよ。ああ、いいぜ。目新しい職場で大興奮中のシンさんによるシューティングメテオクイズに答えられたのな。やっぱりそう来るか。まあいいね。これは飛行船内でもやってたからな。じゃじゃんじゃじゃん。最初からいきなり最終問題。シューティングメテオのモデルになった山の名前は？山の名前？ああ、魔界メテオ。マイカだな。マイカさん。これでどうだい？うん。大正解！大正解！マイカさんでしょ。やるなぁ。です、いや、お前、三神楽島の出身だったよな。それじゃ分かって当然か。マイカさんって、この島にある山の名前だもんな。そうだね。まあ、それはいいじゃない。それよりシンさんの仕事の話聞かせてよ。ガジノからの仕事のね。ああそうだったな。聞いてくれよ木馬。これがちょっと変な依頼でさ、目隠しされてテストルームってとこに連れてかれたんだ。へえ、楽しそうじゃない。目隠しされてって怖すぎるだろ。いや怖いって。いや、やっと目隠し外されたと思ったら、赤と青の2色の床がある妙な部屋でさ、赤い床だけを踏んで進まないと高圧電流が流れるゲームを作ったのにうまく動かせないからすぐ直せって。なるほど。作ったのお前らなのになんでこっちが直さなきゃいけないんだよ。テストルームにある高圧電流が流れるゲームね。まあ、直したけどさ、無茶ぶりは勘弁してほしいよな。なるほどね。まさかシンさんのとこにカジノーから仕事が来てるなんてね。まあいいんじゃねえか。赤と青の2色の床のうち赤い床だけを進んで進まないと高圧電流が流れるゲーム、テストルームってとこにそんなふざけたもんがあることも分かったしな。オッケーオッケー。さあ問題はこれで次のパートってか次のとこなんだけど、もう1ラウンド余裕があるんで行くけど、イアンのとこって誰が行けばいいの？そもそもアーロンでいいのかな。まあアーロン気に入られてるしな割と。ルークとじゃあアーロンと確定はルークか。他寄るとこできないよね多分。12345、6無理だね。もうここだけだからアーロンだけ連れてけばいいや。じゃあアーロンとルークで最初のペアで。おいグツグツしてんじゃねえ、ぶっ飛ばすぞ。言うようになったなルークもグズグズしてんじゃねえって言ったな。なるほどね。ブロッサムカジノ街合剣ダイスファイト店内。あ、木馬連れてくる方が良かったかな念のため。戦う人って何ファイター2人がダイスを振り指定された目を出した方が出た目の数だけ相手を殴り、最後まで立っていたファイターが勝者となり賭け金を総取りする。なんだって狙った目を外さないダイスに愛された無敵の王者負けんぞが誰の挑戦でも受けてやる。マジか。いくらなんでもこんなルールありえないだろう。まあ君だよ。すごい顔してたなルーク俺の出番ってどこか。いいぜ。分かりやすくていいじゃねえか要はチャンピオン殴り飛ばしてダイスで狙った目を出す方法を聞き出しゃいいんだろう。そうかなはい黙って待って。アーロン元王者の人倒れたまま全然起きる気配がないんだけど倒しちゃった。俺は一発しか殴ってねえぞ。悪いのは6位鍛えてねえくせに余裕ぶってた向こうだろうが、まあ、こんな雑魚のことはどうでもいい狙った目を出す手品の種なんだ。この目で1回見ればもうお見通しだしな。どういうこと。回転させたの遊戯王なの木馬との戦いみたいな。なあアロン、結局チャンピオンはどうやって狙った目を出していたんだ。見て分かんなかったのかよ。こういうグッと握ってから出したい面とこを押さえてカッと投げただけだろうが。あとで実地で教えてくれ。どういうことどういうこと。なんじゃそりゃ。叩きつけてんの。まあいいや、全部整った。はいじゃあ行こうか。潜入しよう。潜入。分かった。闇カジノの情報はもう十分だ。イアンを逮捕しに行こう。オッケー。さあ戦うぞ。どんなやつらが出てくるか楽しみだな。そのためにこのルート選んだからな。対戦相手がどんなやつらか。生還者だけでも結構なんかこう変な名前のやつら多かったけど、実際の闇カジのオーナーというかフロアマスターかな。フロアマスターとどんな誰が行くかか。アーロンも確定だろうな。戦いになるからね。待ってルートだとカジノルートだとスロットアーロンいけるよね。ディーラーの手札が映っているのが見える。これもアーロンはいけそう。これもいけるってか運で勝つものじゃないことだから割といけるか。これはどうだ。戦闘員を全員向かわせた方がいいのか。でもあれか、ショーやってる方も安全かどうかわかんないから戦える人を残していた方がいい。でもな、気持ち的にはルークを連れてきたい。気分的に多分タクトとか木馬とかの方がいいんだろうけど、こういうところには。でもルークを連れてきたい。仲直りしたばっかだし、この2人で行きたい。でルークで行こう、久しぶりに。てかこれあれでしょ、なんかサブエピソードを出すために全組み合わせで行かないといけないんでしょ。分かっとるよそれは。潜入当日夜、ブロッサムカジノ街中央広場のステージ袖。正直考えないようにしてたけど、まあ劇場よりはさらに多いよね。僕ら今回も舞台に立つんだよな。あ、立つの？抜けるんじゃない？途中で抜けるのか。最初からいないのかと思ったけど、2人だけで行くのかと思ったけど、タクトとモクまで。いやー、すごい人だ。野外ショーって盛り上がるもんなんだね。おかげで近辺のカジノやアトラクションでは閑古鳥が鳴いている、これで潜入しやすくなるね。闇カジノがある潜水艇ディープワンもご多分に漏れずです。狙い通りってわけか。これであの趣味悪い闇カジノで破壊の限りを尽くせるな。破壊してこいっていう指示ではないんだけど、目的変わってるよ。潜入班の目的はあくまでイアンの確保で。ボス、その通りではありますが、お声が少々大きい。スイちゃん。え、ああ、そういうことだよね。そういうことだよね。スイさん、いつからそこに。スイちゃんにとっては今からが本番なんだから、お前らシャキッとしろって。なんとか班の目的がなんとかの確保だってルークが言ったところなんとかなんとかがなんとかでなんとかですか。ああ、なるほどね。スイちゃん綺麗ね。あ、スイちゃんそれ半分だけ履いてるんでしょ半分だけ下着つけてるんでしょそれ。スイちゃんすごいね。どうやって支えてるの、胸は。半分だけってどうやって支えるの。我らダンサー班の目的は水産をより輝かせるダンスおよびショーの安全確保です。はい、苦しいか、まあ、間違っちゃいないけど。でも実際ショーの安全確保は僕たちのもう一つの目的だ、うん、そのために割と強い2人を残しているところもあるけどね。一番この中で戦闘力で言うとルークが弱いんだけど、他がおかしく強いから。こっちもなんかあるんだよね、これ言われるってこと。スイさんの事務所に来たという謎の電話。こっちも危ない気がするんだけどね。万が一ショーで何かが起きた場合は居残り班の2人と公安が連携してみんなの安全を確保する、うん、相変わらず不審な感じだけど元気そう。え、あなたのことだよ。交通事故の怪我も落ち込んでたのも治ったみたい。ああ、交通事故になってるんだっけ。ああ、両方とも解決したんで。はい、心配してくれてありがとう。もう大丈夫です。アーロンっていう車にひかれたんだ。頼りになる仲間たちのおかげで。アーロン、お前もだぞ、お前もだぞ。別れた相棒ともう一度手を取り合いましたから。俺は違うからなみたいな顔してたけど、お前もだからな。くすぐったくてそわそわしちゃうね。まったくです。虫が這うようでゾワゾワしますね、うん、私慣れ合いは好きじゃないけど、うん、まあスイちゃんそんな感じだよね。慣れ合いあんま好きじゃなさそう。今ちょっとだけチームもいいなと思った。あ、今まで慣れ合いが好きじゃないというか、スイちゃんについてこられる仲間がいなかったっていうだけな感じだと思うけどね。スイちゃん割と仲間思いのところ強いと思うけど。分かった、じゃあ4人ともステージではよろしく。は、はい、抜けちゃうんだけどね途中で2人。あの歌姫さんはどう思ってんだろう。物事をよく見ているなね。なでしこさん、実際君たち4人にはようやくチームらしさが出てきた。そうそう、結構全員なんかいろいろドロッドロに抱えてるけど、4つの試練に4人の勝者、ひともんちゃったってあれだった。何かと4が出張るミッションだ。そうだね、君たちの4が最強だ。ほう、イアンの確保およびショーの安全確保、任せたぞボンド諸君。了解。まあ4と7が出るようになる。はい、みんな、このミッションの成功はディスカード殲滅への大きな一歩になるはずだ。いやー、ルークがリーダーっぽいな。必ず成し遂げよう、この4人で。くせ者揃いだなこの4人くせ者揃いだな。はい、アーロンとルークでいいんだよね、こっちに行っても。うん、この 3D 潜入パートがあったりなかったりですよね。ない話も一応ちょっとあるよね、たまに。さあどうだ。同日夜、闇カジノエントランス。来たか。ようこそ闇カジノへ。はい、どうも。挑戦者の方々には一律死の刻印を押す決まりです。ご覚悟はいいですかじゃなくて、もうご覚悟はっていう、してきたっていうだけのあのなのね。当然できてる。さあやれ。どうなるこれ。それでは首筋を出していただきましょう。この時点でもう後戻りできないよね、勝つしかないよね。その石の版みてえなのが死の刻印の元かよ。いや、外からなんか焼き入れる感じの注射とかじゃないんだ。どうやってやってんのそれ。グッて押し付けたんだ。僕たちの首にネズミの朝が。これであなた方は闇カジノへの正式な挑戦権を得たことになります。ルール違反をなさった場合は即刻死の旋律が流れますのでご注意を。それでは大金と命をかけた至高のカジノ、どうぞお楽しみください。ドンドンなるほどね。本当にアーロン学生みたいだよ。なんか格好、着こなしが学生みたいで、なんかそう見えちゃうんだよね。広いなあ。ドクロあれなんか変わってない？豪華だな。なんか変わってない？あれダイスはあそことは違うのかまた。そっか。ドギー。あ、もたもたすんな、ドギー。扉の向こうでふんぞり返ってる筋肉野郎をぶっ飛ばす。そうだな。ああ、でも忘れちゃいけない。僕たちは今、命がけのゲームに参加している。一定のルールを守ってイアンのところまで行かないと待つのは狂乱と死だ。分かってる。ルールを守った上でのルートは2つ、闇カジノの4つの試練、その全てに挑戦するカジノルートだ。従業員専用エリアを通りいくつかのカジノゲームをスルーする従業員ルート。こんな敵の本拠地でベラ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 喋っていいの？撮影されてない？録音されてない？どっちにしろ初手はあの扉だろ。ああ、ああ、その通りだ。一つ目の試練、ハイアンドローの部屋だ。ゲームに勝とうが負けよう、その後は殴り合いなんだ。なあ、負けるわけがない。忘れてないよな。ゲームに勝った方が武闘でも有利なんだぞ。ダメージ蓄積されるとカジノゲームに勝っちゃう、それでいい。だが負けてもなんとかしてやるっつってんの。そうだな。ああ、そうだよな。僕たちならどんな展開も切り抜けられる。恐れずすまん。うん、そうだね。潜入ミッション、カジノ王イアンを確保する。うおー、でもなんかラスボスダンジョンっぽい感じになってるけど大丈夫かこれ。帰れる？やっぱ帰ります。お疲れ様でした。ダメか、急にルークが狂乱し始めるかもしれない。そんなことやると案外いけるとこは少ないから、このゲーム走れないんだよね。こっちは一応小ネタみたいのがちょこちょこあるから、やっぱこういうとこ見ていきたいけど、なんかある場合がある。逆サイドは何もない。オッケーオッケー。ルークを操作するのはパート初回の頃ぶりだね。向こうにイアンが。確か寄り道してる場合じゃない。反対側。ハイアンドローの部屋に向かう。うん、どっち向いた今。どっち向けられたか分かんないから困るじゃないですか。こっちでいい。これ嫌な部屋。バードロック C、 いっそここを突き破って。アロン、また無茶をしようっていうのか。それなら今度は僕も一緒だ。足手まといが好き勝手、足手まといが一夜好き勝手できやしない。作戦通りのルートで行くぞ。あの筋肉野郎に借りを返すね。それから、あ、なんだ、行くのかと思った。そういう隠しルートもあるのかと思った。アロン、僕たちの借りを。そっか、そういうルートもあるのかなと思った。実は表示されないけど、第3のルートを直接殴りに行くみたいな。まあいいや、こっち行こう。カジノルート。こんにちは。おようこそ闇カジノへ。一つ目の試練はハイアンドローでございます。ディーラーか、ご存知の通り4つの試練、その全てがカジノゲームと舞踏の設定。カジノゲームの後はその勝敗に関わらず、次の部屋に舞踏に挑んでいただきます。かといってカジノゲームを軽視なさるのは命的。カジノゲームに負けた方々には最高難易度の舞踏を用意しておりますから、闇カジノから生きて帰る確率を少しでも上げたいとお思いならば、私たちディーラーとカジノゲームに勝利することが絶対条件と言えるでしょう。さあ、心の準備ができたらテーブルの前までお越しください。それが始まりの合図です。ハイアンドロー。めんどくせえな。自分のカードの数字が相手のカードより上か下かを当てるゲームだったな。4つの試練の先にはあのイアンとの戦いが待ってるんだ。作戦通り余計な消耗は避けよう。つまりイカサマするんだ。あのディーラーの手元のカードを盗みに。あ、せっかく2人挑んでんだから、僕がディーラーの相手をするから、君は相手のカードを盗み見てほしい。まあ動体視力的にそうだね。アロン、机の上の床を見てくれ。違う、机の前の床を見てくれ。上じゃねえよ。机の上に床があるってどういう状況だ。あの模様が立ち位置のもいい印になりそうだ。まずは勝つためにディーラーの手元を盗み見れるベストポジションに立とう。右があったっけ。ああ、行くぞ。なるほどね、そういう感じで。こっちはこれもそう。ここもそう。実はここもそうだみたいな。これディーラーの後ろからいける。話したら進みそうだな。カードもあるね。開けよう。開けよう。開かねえな。ゲームが終わるまでここから出すつもりはねえって。いや、闇カジノ攻略のための情報は揃っている。勝って堂々とこの扉を開ける。ドギーにしちゃいい面だ。ラストさんの筋肉野郎をぶっ飛ばしに行くぞ。オッケー。え、見る。はい。何なんでカードが額に入って飾られているんだろう。演出じゃない。大方エントランスにあった銅像のノリと同じじゃないか。ここでの勝負に勝ったやつが使ったカードだ。それを記念してんだ。でけえな。確かにありそう。関係ないコメントあった。帰りまーす。ダメか。じゃあ行くか。はい。一応見る。アイアンドロー。右側に立つと。DM が手に立つ3ぐらいの手札が見える。これアーロンが立たなきゃいけないでしょ。ルークが立っていいの。あ、話すぞ。この場所で。他の場所に。どこに立ってディーラーのカードを盗み見るか、他のポジションもできるか。ハイアンドローってなんか映画でなかった。それもなんか女の子向けの映画だった気がするけど。イケメンもどうしました。ご準備ができたのでどうぞテーブルの前に。ああ、それだけか。じゃあいいや。はい、右はアロン、そこに立ってりゃいいんじゃないの。もうその位置でいいんじゃないの。ディーラーのカードを覗く。はい、ディーラーに向かって右を。ここからやつのカードが丸見えだ。ってか、その会話を目の前でしたけど大丈夫。警戒される。いいな。よし、でもそういうルールなのか。アーロンが位置についた。あとはうまく呼吸、息を合わせるだけだ。対策されてないんだ。ディーラー、こっちの準備はできている。ゲームを開始してくれ。承知しました。では早速、あなたと私1枚ずつカードを配ります。あなたの手元のカードの数字が私のカードより大きいとお思いなら、はい、小さいと思うローを宣言してください。僕のカードはアートの6だが、何を配られるような関係に相手のカードを見られるようになる。あ、うん。頼むぞ、アロン。ディーラーのカードを確認してくれ。どこを見たらいいか覚えてるか。サングラス。っていうか、これ目の前で会話してるけど大丈夫か？目配せとかじゃない。サングラス。第2ボタン。第2ボタンあるかも。皮肉なもんだな。目線や表情を隠すサングラスか。全部教えてくれるんだからよ。これ、2人に挑んでるからいいけど、前の勝者はどうやって見たの？どういう視力だよ。どんなレベルの視力だよ、それ。キングか。なるほどな。絵札に王冠。ディーラーのカードは分かった。エヴァすんじゃねえぞ。ドギ。ひそひそ。ああ、僕たちのカードはハートの6ということ。さあ、ご自分の運命を宣言してください。はいか、ローか。ディーラーに何と宣言？はい、ロー。ちょっと待って、自分のカードがどっちかだった？自分のカード？そこだけ。あなたの手元のカードの数字が私のカードより大きいなら、はい。自分のカード基準でどっち？高いか低いか。じゃあ低いからローね。はい、ロー。これだ！ローだ！素晴らしい。そういう感じ。あなた方はハートの曲。そして、私がハートのキング。マークは関係ない。ローと宣言した。あなた方の勝利です。あんま迫力ねえな。表情がねえ。おめでとうございます。と、言いたいところですが、ここで、さらに挑戦者が現れます。みたいな感じの手がない。ハードロックしい向上はいらねえよ。ゲームの次は殴り合いってんだ。そう。当カジノの試練は、カジノゲームと舞踏の2つで1つ。あちらへお進みください。扉の先で最初の舞踏が、お二人をお待ちしています。舞踏。一体どんな相手が待っているか。どんな相手だと関係あるか。俺たちの邪魔をする奴はまとめて潰すだけだ。OK。こんにちは。ドギー。ドギー。準備はいいな。え、これ俺が戦うの？そんなのあんの？珍しいな。君がそんなことを確認してくるなんて。実は緊張してるとか。ぶっ飛ばすぞ。てめえが足を引っ張らねえか気になっただけで。ルークも戦うのか。だが、そんだけ。減らず口が叩ける十分だ。遅れるなよ。ドギー。アロン。あ、アロン。これ何？武器をくれるとかじゃないんだ。有利って何？何をもって有利なの？あ、ボタンミッションかこれ。わかったわかった。ボタン押すのか。そんなあったね。君に決めた！ドーン、ダーン。アーロン側？次。Y か。君に決めた！合ってる？パーフェクトかあんの？マジか！あ、そういうのあんのか！タイミングそっか。パーフェクトかやっぱあんのか。タイミングで。オッケー。しょっぱいな。失敗しても難しいだけか。次のやつ。オッケー。じゃあ一旦ちょっと時間来てる。手が2つある。マジなんかあんな。はい、じゃあ次回、挑んでいきましょう。結構、金ピカやの、お前。はい。あと、ルートが変わるのか。なるほどね。ありがとうございました。ありがとうねー。